とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、ゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この武器を試そうと思うのよ。まあ、武器もだいぶね、できてきたな。いい感じに作れてきてます。今日はこれ。魔物素材が 6% で追加ドロップする。これをね、4つつけてんのよ。24% を追加ドロップするってやつだけども、どれぐらい違うのか。それを見てみたいと思うのよ。これが全然違うのであれば、装備して金策にもなるからね。まあ、ちょっと気になるところだね。見ていきましょう。で、装備品の検証だけども、このクエストでやろうと思うのよ。爆発物取扱注意。ここ結構すぐ終わるから、まあ検証しやすいかな。装備して10回回って、そして違う装備をして10回回る。それのね、平均値を出してみようと思うのよ。まあ10回だけども、いい感じに出てくれるかな。では、とりあえず1回やってみよう。では、行きましょうか。ちなみにここのクエストの俺のベストタイムが1分4秒1分4秒結構早いと思うんだけどね。どうだろう。まあ平均してみれば1分15秒前後が平均値かな。別にタイムアタックしてないから別にね、どうでもいいことなんだけど、ここは本当にね、めちゃくちゃ回ってんのよ。むちゃくちゃ回ってるから、たまにこういうね、いいタイムが出てくれると、嬉しいんだわな。嬉しいの。まあ、どうでもいいタイムなんだけど、もう100回以上は回ってるからね。で、お金が結構重要になってくるみたいだから、お金も今ね、あれ、すごい溜まってる。お金もね、まあ製品版スタートまでには、そうね、30万、それぐらいは集めときたいところ、かな。あ、今回なんか遅いわ、全然遅いわ。必殺ゲージが、まず溜まってないのよね。必殺ゲージが、溜まってないってことで、絶対遅い。しゃあ。だいたいここに来るまでには余裕で溜まってるんだけどね。溜まってないと早めに倒せない。まあとりあえず今日はスピードじゃないからね。スピードじゃなくって素材がどういうものが出るか、素材の数勝負なので見てみよう。はい、あ、じゃあ武器とかじゃなくて素材ね。これぐらいですね。32個か。32個。はい。まあ、とりあえず装備をつけてきたところ、32個の魔物素材が出てるね。まあ、とりあえず10回やって、平均値を出してみます。そして、装備せずに行った平均値、それもね、出してみるんで。はい。では、やっていきます。それでは、結果発表！結果だけども、俺が思ってた通りの結果になっちゃったね。まず、こっちの装備。攻撃範囲 5% アップを4つつけた装備で行ったとき、平均が33個です。33個ね。で、そして、これ。魔物素材、24% アップか。これで行った時の平均値が37個。4つ違い。微妙だな。本当に微妙。これ、どうなんだ。まあ、100回行けばね。100回行けば、まあ、400個素材が多く入るからいいかもしんないけども。普段使いとしてはあんまり良くないんじゃないかな。まあ、このね、魔物素材のやつで、
一番多くもらえた時が43個で、一番もらえなかった時は32個なのよ。うん、何も装備してないのと変わらないぐらいの素材しか出なかったこともあるので、ちょっと微妙かな。で、変わって、こっちの方の装備、素材アップがつけてないやつ。でも、36個出たことがあるので、まあ、素材アップは、微妙。まあ、ものすごく周回するとき、もう100回以上全然回ってやるぜっていうときに、つけていくと、まあ、効果はあるかな。普段使いとしては、おすすめしません。はい。結果は、スキルありが37個。そして、スキルなしが33個でした。はい。まあ、これがいいか悪いかはわかりませんけども、俺はそんなにおすすめしませんね。はい。では、今日はこういった結果となりました。ではですね、製品版が出るまで、まだまだね、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。